はい、こんにちは、シューホリックの井上です。トーストアは50代くらいのお客様が多いのですが、90年代や00年代は今に比べると高級靴もお手頃な価格だったので、当時たくさん買われていた方たちがいらっしゃいます。お客様によっては過去にお手頃な価格で購入をされているので、当時から随分価格の上がった現行商品にあまり興味のない方もいますが、そんな方にこそおすすめしたいのが今回の一足です。商品はこちらです。東欧靴ブランドサンクリスピンの一足です。シューホリックの YouTube チャンネルではいろいろな靴のご紹介をさせていただきますので、ぜひチャンネル登録と高評価をお願いいたします。オーストリアのマイケル・ローレックさんにより設立されたサンクリスピンは、バーシュ・マテルナ以前のディンケラッカーと同じく東欧系の靴ブランドで、ルーマニアにて製造されています。最初期のジョン・ロブ・プレステージラインをボノーラが作っていたことは知られていますが、そのボノーラの下請けを行っていたのがこちらのサンクリスピンというのも有名な話で、このブランドの実力の凄さがよくわかりますね。少し話は変わりますが、私の好きなブランドにグルカという、昔はトラファルガーと呼ばれていたアメリカのバックブランドがあるのですが、ご存知の通りアメリカのブランドなのにとても丁寧に作られています。なぜアメリカ製なのにこんなに丁寧なのかなとずっと考えていたのですが、ある時お客様に教えていただいたのですが、グルカにも東欧系の職人さんが結構いたそうで、なるほどと合点がいきました。やはり東欧系の職人さんは腕が良い方が多そうですね。そしてマイケル・ローレックさんはゾンキーブーツというブランドも立ち上げていて、こちらはイタリアのジャコメッティと同じ工場で製造しているみたいです。次に靴の特徴です。2000年代くらいまではベーメル、ラッタンジ、ボノーラ、ベッタニン・ベントゥーリ、ステファノ・ビーなど既製靴でも手仕事を感じられる靴がたくさんあったのですが、今の時代にはとても希少ですね。そんな中でもサンクリスピンは手仕事がふんだんに使われていて、しかもただ手作りなだけでなく手仕事自体のクオリティも高いので感動します。まず丁寧に追い込みをされているからか、靴全体の立体感が他の靴と全く違います。一度ぐるりと回してみます。足の形を忠実にトレースしているような感じで、既製靴ですがビスポークの靴のようにどの角度から見ても曲線で構成をされています。ハンドソンウェルテッド製法で作られているのでソールの返りも良いのですが、注目すべきはソールのこの部分です。ウッドネイルといってコバを縫う代わりに木の釘を打ってソールを固定しています。よく同じ東欧靴のマテルナが使う製法ですが、こういった手仕事が見えるのも靴好きにとっては嬉しいですね。アッパーのステッチのピッチや細さ、穴飾りの大きさも少し繊細な感じで作られていて、このサイズ感は日本人の方のコーディネートにもよくマッチしてくると思います。以前別の動画でもお話をしましたが、サンクリスピンというとかかとの
ホールド感が個人的には既製靴の中でも最高で、かかとの抜けで悩まれている方はぜひお試ししていただきたいブランドです。触ってみるとしっかりとした芯がここいら辺からここくらいまでぐるりと入っているのと、手の吊り込みによりかかとの形に合うように立体的に仕上げてあります。これだけ素晴らしい世界最高峰のクオリティの靴なのですが、まだまだ知られてないためか中古市場ですと相場がだいぶ低めで、過去のヤフオクなどの相場を調べてみても3万円から4万円くらいで取引をされています。そのため良い靴をお手頃な価格で探されている方には一番おすすめのブランドですね。元オーナー様にはオールデンをはじめ珍しいスニーカーなどもたくさんお譲りいただき、いつもありがとうございます。好みの守備範囲の広さとチョイスする商品のセンスの良さにいつも感動しておりますが、今回のサンクリスピンは私もとっても好きなブランドのため拝見できて嬉しかったです。いつの日か直接お会いしていろいろお話できましたら幸いです。今後ともよろしくお願いいたします。今後もいろいろな靴をご紹介できればなと思いますので、下記からチャンネル登録、高評価のクリック、靴に対するコメントをいただけますと励みになります。インスタグラム、フェイスブック、ツイッター、LINE アカウントのフォローもお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。